さあ始まりましたお魚万歳のお時間です。今回はですね、もう全国各地で解禁になっている渓流釣り、去年僕もあの渓流釣りの、ね、動画を何本か、YouTube の方に投稿させてもらったんですけども、その中の一つの動画にどんなタックルを使われてるんですかっていう質問があって、まあ、コメント欄では返信したんですけども、まあ、今回はまあちょうど2022年の渓流釣り解禁のタイミングなので、まあ、需要があるかどうかわかりませんけど、まあ、僕のタックルをちょっと紹介させていただこうかなと思ってます。でまずですね、僕はまあスピニング1タックル1タックル、それからベイトロッドベイトタックルが1タックル、この2タックルで渓流釣りを楽しんでいます。まあまあ最近は、ベイトタックルベイトフィネスでの釣りがまあメインになってスピニングの出番がほぼほぼない感じなんですけども、まあメインで使ってた、スピニングロッドを紹介したいと思います。まずじゃあスピニングから、竿はブローイングのボロンですね。ブローイングのボロン型番ですね。型番が332955いう型番で、ラインの太さが1ポンドから4ポンドまで、でルアーウェイトが16分の1から4分の1オンスまでっていう感じの竿ですね。でまあボロンって言ってるんですけども、もうすごい古い竿なので、もう多分そのボロンの性能はない感じ、ただ単に重いカーボンロッドっていうだけのものだと思うんですけども、まあこの性能が悪いけどなぜ買ったかって、まあまあ一言で言うとかっこいいからです。まあ、このブランクスのカラーとか、まあ、飾り、この同系色でやった飾りであるとか。で、まあ僕は一番その、こういう、なんですか、遊びのロッドというか、性能を気にしない釣りのロッドで選ぶときに、まあ一番好きなのが、このガイドですね。ガイドのこれなんて言ったんやろ。ホワイトクッションっていうのかな。まあこのガイドのここの、ここが白のやつが好きなんです。だから何本か多分ライギョロットとかもここが白のやつを僕使ってますし、まあそんな感じですね。まあ性能をどうよこうよ言う竿じゃないんで、まあひとまずメイドイン USA の竿を使ってます。でリールは、このシェイクスピアの2056というリールを使ってます。これを使うまではカーディナルの33をボロボロのやつを買ってきて、自分で全塗装をして使ってたんですけど、これなんかいきなり先輩が何の前触れもなく、お前やるわってポコンってくれて、うわっ、えっってなったけど、なんかね、やっぱね、僕ほんまに古い、スピニングの古いやつってもう全く知識がなかった、ほんまにカーディナルぐらいしか知らなかったんですけども、なんかね、すごくかっこよくて、もうワインレッドのボディとかも、まあ、めちゃめちゃ気に入ってます。で、ラインは、今多分これ試しでね、PE を巻いたんやと思うんですよ。今 PE 巻いてます。で、多分 0.4 ぐらいだと思います。でもこれ試して巻いたけど、なんかやっぱね、その古いリールなんで、こういうね、こうまあベール起こしたりとかしたら、こことかに引っかかるんですよ。だからね、やっぱね、ちょっと張りのあるフロールとかの方がもしかしたら使いやすいかもしれないです。それまでは僕はナイロンを巻いてました。はい。スピニングが、まあこんな感じのタックルです。次がですね、ベイトタックル。タオは自分でブランクスを買ってきて、作ったソリッドグラスの竿です。で、グリップはフジグリップですね。これは何やったかな、シマノかな、なんかさ、サムライスティックかなんかいうその昔の古い竿についてるやつを、まあ、ブランクスをぶった切って、でここに移植して使ってます。はい。でこの、ソリッドグラスのやつが多分トップが 1.2 ミリのバットの効果7ミリやったと思います。なんかそんな感じで売ってました。スレッドを巻いてます。でブランクスもこれもうちょっとなんかあの蛍光色みたいな色やったんですけど、まあ、一応ちょっとなんかオフホワイトみたいな色を一応塗って、ウレタンコーティングしてます。でガイドが、トップガイドから何個目だ、3個目までか、なんかまあ無意味にチタンを入れてます。はい。まあ全く関係ないと思うんですけどね。
まあ、僕の渓流釣りっていうのがすごいツイッチが多い、もうほぼ9割ぐらいツイッチでバーってこうやるんですけど、でまあその時にまあチタンなんで軽いんで、少しでもこう戻りが早くツイッチしてる時になればいいなと思って、まあチタンをつけたんですけど、まあ多分無意味です。自己満足の世界です。はい、わかりません。で、リールが、シマノの、カルカッタコンクエストの BFS のハイギャを使ってます。左巻きです。本当はね、やっぱなアブの2500番台とかね、そんなのをちょっと使いたいなっていう気持ちもあるんですけども、まあめちゃくちゃ高いんですよね。あれなんであんな高いんでしょうね。高なってしまって、で僕左巻きしか使えないんで、さらにねこう2501番台とかになっていく、左巻きモデルになっていくと、さらになかなか出てこないリールになるんで、妥協というか、まあ見てくれは妥協ですね。ただ性能はピカイチです。もうこんなんもうね、僕が言うまでもなくなんで言わない。ラインは多分これ軽油ついで、このフローラインを巻いてるっていうの珍しいんちゃうかな。フローの4ポンドというか、まあ最初はやっぱりそのベイトフィネス、軽量のベイトフィネスをやり始めた頃っていうのは P ラインを入れてたんですけども、川の釣りなんで流れにこう流す釣り、まあドリフトって言われる釣りをよく使うんですけど、まあ、僕がそんなまあドリフトの釣りがそんなになんていうんですか、得意じゃないというか、あのルアー先行に流すドリフトがそんなにできないんですよ。どっちかというとこう糸を先に流してドリフトを刺すっていうパターンが多くて、でそのやっぱその大岩とか岩場のところをこうドリフトさせるときに、やっぱりいや分からないんですけど、まあこれは僕仮説なんですけど、ライン先行で糸を流すと、どうしてもねやっぱり糸がこすれてると思うんです、岩に。で何度かやっぱ軽量のところでそのキャスト切りをしてルアーをねなくしてしまったんですよ。でまあルアーなんでそのね、切れたり根掛かりとかして、まあその水中に残してしまったら、もうそんなもんそのねただのゴミなんで、どんなにね、人気のルアーであろうが高いルアーであろうが思い出のあるルアーであろうがゴミなんで、もうそれ嫌やなって、なんかそのね、まだなんか工業地帯のなんか汚い、まあ、この言い方あかんけど汚いとこやったらね、まだなんか、うん、しゃあないかなみたいな感じで思うけど、やっぱ渓流でね、あの素晴らしいロケーションの中にやっぱゴミを残したくないなっていうね、怒られるんかなこういうの言ったら。どっちも同じやろみたいな。いやでもまあそうなんですよ。だからまあそのね、擦れに強いといわれるフローラインを巻くようにしてます。で、そのフローラインは、ちょっと待ってください、ちょっと取ってきます。ラインなんですけど、フローラインのシーガーの R18、フローリミテッドの、まあ、これは4ポンドですけど、4ポンドか3ポンドかを、どちらかを巻いてます。はい。まあね、もうこれももう、説明不要だと思います。もうこれであかんかったら、あかんっす。このラインであかんかったらあかん。って感じです。はい。まあ、そんな感じですかね。僕の軽流ベイトフィネスは、自作ロッドに、コンクエストの BFS。はい、いや。はい。というわけでね、今回は僕の、渓流の2タックルですね。ベイトタックルと、スイミングタックルを紹介させていただきました。皆さんのね、使ってるタックルも、もしよければ、コメント欄なんかに書いていただけたら、ありがたいです。まあ、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。それでは。